はい、皆さんお疲れ様です。K です。というわけでですね、えー、今週の、えー、注目2歳戦の予想の方をやっていきたいと思います。えー、今週は特にですね、未勝利戦とオープン戦の方にフォーカスを当てて、6レースほどピックアップして予想していきたいと思います。では、早速1レース目です。えー、土曜日の中山2レースの未勝利戦は本命仮石としておきたいと思います。 えー、ここまで新馬戦から2戦連続2着ですね前走はですね安城武も自信があったのか、えー、スタート出てですね外目から先行し直線に入ったところで先頭に立つ、えー、でそのままかなり強引なね横綱競馬で押し切ろうというようなねレース展開だったんですけれども まあ、うちで溜めていた勝ち馬に最後は刺されてしまったというところで、えー、先行力やね、えー、中山マイル適性みたいなものは、えー、十分ありますので、まあ、このンメンバーなら今回は盤石の本命でいいかなというふうに思っております。で、えー、中一周でね、間隔を詰めて使うっていうところなんですけれども、まあ、2歳馬だったらね、このぐらいの間隔は大丈夫かなと思います。 でメンバーレベルが、ね、低めなので人気が集中してしまいそうなところがあります単勝率が、ね、2.3から2.5倍ぐらいは欲しいのでつ、まあ、かなければスルーかなというイメージです土曜日の阪神2レースですねスプリント 1200m 戦の本命はエコロガイアです対抗はエトブプレになっております前走はですねこの対抗のエトブプレに負けているエコロガイアなんですけれども ま、このエコロガイはですね、え、中京とかね、阪神ダートの経験もありますから、ま、今回はエットブープレよりね、え、部があるというところで本命にしたいというふうに思います。で、この2頭以外のね、メンバーレベルが相当低いというところですね。まあ、馬柱だけ見るとエルプロフェッサーも前走が3着なんですけれども、ま、持ちタイムが1秒も遅いんで、ま、人気はね、ちょっと集まりそうなんですけれども、他に単勝を変えるような馬はいないというところで、ここエコロガイは本命にしておきたいと思います。 で、で、えー、フレですね、前走先着してるんですけれども、まあ、タイム差なしで頭差というところでね、まあ、そこは気にしないというところと、まあ、フラットの小倉の方がね合っていそうな、えー、走りを見せていますので半身代わりで少し割り引いて対抗までというところにしておきたいと思います。 阪神9レースの,のじギクステークスですね。昨年はファントムシーフが勝ちました。今回は本命船出にしておきたいと思います。前走やや前残り気味の展開をですね、上がりにとと0.7秒差がある強烈な素足を見せて差し切りました。非常に強い内容だったかなと個人的には思っております。長距離であまりタイムを出すタイムえだ、出すタイプではないっていうところがありまして、まあ、前走より良くなってはいるのかなというところで、まあ、ここは本命にしておきたいと思います。 2番手対抗が名称ゴーフルですね、えー。かなりのドスロー上がり勝負となった新馬戦だったんですけれども、まあこれをね、早め先頭に立ち押し切って勝利というところですね。まあ先手を奪えたことが勝負の決め手となったという感じで、まあ2、3、4着場あたりとはね、それほど差はなかったかなと個人的には思っているんですが、まあ今回のレースはですね、ショートースでハイペース逃げをしたいような馬もいませんので、また名称ゴーフルが先手を取れる可能性っていうのはね、なくもないかなというふうに思ってます。ハマってしまえば、えー、かなり いいいいいかなとと思思まますすので対抗にしておきた1番人気のラケダイモンなんですけれども、まあ、ラケダイモンの未勝利戦はですね、えー、それほどレベルが高くない、えー、メンバーレベルですねで、えー、それに加えてですね POG のこともありまして今回多分かなり人気する1番人気でまあ安城川田優雅というところでですね、まあ、若干過剰人気気味になるのかなというところで、まあ、3番手までの評価にしておきたいというふうに思います。 4レース目、えー、中山急レースのカンナステークスは本命ビッグドリームとしておきたいと思います。 前走小倉2歳ステイクスは4着でした。で結果的に見ればね、えー、小倉2歳は差し決着で、まあ、1、2着は後方から突っ込んできたというところを思えばですね、割と前目で運んで4着という、この馬の着順自体はですね、えー、十分走れていた方かなというふうに思っております。1分8秒9というタイムもね、えー、非常に優秀ですね。で、後位から抜け出しを狙える枠が今回は望ましいかなというところがあります。で、調教が、えー、かなり切れてますね。 おそらくね、一番人気になってしまうとは思うんですけれども、まあ、オッズが割れてくれそうな気配もありますので、えー、まあ、3倍ぐらいついてくれれば、ここは単勝で狙ってもいいのかなというふうに思います。ビッグドリームが本命です。はい、えー、5レース目ですね、中山2レースのスプリント戦は、本命がベアゴ号になっております。 えここまで、えー、3戦連続2着というところでね、ロードカナロア3区のスプリントですので、まあ、今回のメンバーレベルは非常に低いですし、さすがに勝ち切りたいかなというイメージです。えー、乗り換わりがね、えー、気になるところですね。デビュー1年目の減量騎手の小林に点、えー、乗りというところです。まあ、ただですね、まあ、陣営が、えー、このベア5号逃げ切りでここの未勝利戦を勝とうっていうふうに思ってるのであれば、まあ、5 2キロはね、 かなりプラスかなというふうに思いますのでまあオッズがねうまく割れて2.5倍ぐらいはついてほしいかなというイメージです、えー、多分ね2倍割ってくるんじゃないかなというふうに思います2倍割ってきたらスルーですねえー、6レース目これが最後になります阪神2レースの日曜日の未勝利戦ですね、えー、本命名村 A ハブとしておきます、えー、この2勝利戦は非常に混戦です でこの馬が一番人気だと思うんですけれども、まあ、一番人気ほどの根拠はありませんで阪神マイルがね経験できてるっていうところとまあ先行できるっていうところぐらいしかねポジティブな要素はないんですけれども、まあ、一方でですね、えー、かなり、えー、どの馬もメンバーがね、えー、後方からの位置取りの競馬をね新馬戦でやっていますのでこの馬スタートがちゃんと出れれば短期逃げになる可能性がありますそうなったら楽に勝てるなというところで本命にしておきたいと思います えー、対抗シャドででしたでこの3着なんですけれども、まあ、最後の瞬発力についてはステラスプレンダーと同等のものを持っていましたが、えー、ゲートを出た後にねなかなか息足がつかず後方からになってで、まあ、その、えー、ゲートを出なかった分が えー、着差にななっったたような負けだったので、まあ、スタートがね乗り切れてしまえばかなり強いかなと思いますので対抗にしておきますが、まあ、スタート不安はあるっていうところでね対抗まで本命にはできないかなというふうに思っておりますはいというわけで、えー、今週の2歳馬注目の2歳馬評価でした、えー、チャンネル登録および高評価よろしくお願いいたします以上です